ののこの想いは誰にも止めさせない、ここ君の元へエンジン全開今走り出せ、レッツゴー走り出した、心は止まらない。成田オートの成田です。先月あったオートサービスショー2019に行ってきたっていう、まあ、報告の、話なんですけれど、まあ、あんま詳しくは書いてないですけど、ホームページの方を見てもらえたらなと思います。で、まあ、タイトルの通り、このオートサービスショーですね、小山自動車さんとですね、ご一緒させてもらって、こう会場をぐるっと回ってきました。で、前回は、まあ、その時はまだご縁がなかったんで、僕単独で行ってきたんですけど、その時と、やっぱその、小山自動車さんはこうやって見てるよっていうのを教えてもらいながらこう回るとね、やっぱ 見える視点っていうのがね、見える角度が全然違って、まあ、前回とは全然違うこうオートサービスショーな感じだったんでね、まあ、そういうこういう会場の見方っていうのがあったっていうのをお伝えできればなと思います。で、一つ目は僕いつもなんか手提げバッグとかで行動してるんですけれど、小山自動車さんはとにかくカタログを片っ端からもらうって言ってました。なんで これで全部なんですけどね、まだもっともらってくればよかったと思うんですけど、こんだけねカタログもらってきたんですけど、とにかくねこんだけもらうと重いんですよ。最後にこのガイドブックまでゲットしてくると、もう、まあ、僕は電車で行くんで、電車と新幹線ですね、普通のバッグだとね、めちゃくちゃ重いで、現場でもらえるバッグとかもあるんですけれど、それでめっちゃ重いんで、まあこれですね、今回も僕はこれを持ってきました。で、もちろん空にしても空で持ってって、でこれをザッと入れて持って帰ったんですけど、小山さんはもう大量にもらうとさすがに持ち帰れないっていう時は宅急便とかそういったところに発送依頼をして、こういうカタログは全部自宅へ送って、そして帰った後に、まあ、一枚一枚じっくり見るということだったんですね。なんでチラシもね結構もらうにはもらうんですけど、やっぱこれ必要かなとか、まあ、いらないかなとかっていう、その場でね結構考えちゃうんですよね。とにかく重さがカタログもらいすぎると重くなるんで、なのでなんか片っ端からもらう、でもらって重くなったら送る、こういつもしくはこういうでかい入れ物を持っていくと、そうするだけで得られる情報っていうのがね、こんだけのカタログよりもこんだけ大量にあった方が得られる情報っていうのが倍以上になってくるんで、まあ、そういう意味で勉強になるよということでしたね。ちょっとまだ全部チェックはできてないんですけど、オートサービスショーに限らずこういう展示会とかっていうのは今では大量にチラシをもらって帰ってじっくり見てるという感じです。で、次にですね、とにかくこのオートサービスショーの何がいいかって、普段使ってる現場で使う工具とか設備とか、そういったメーカーさんは ほとんどではないかな、まあ有名どころはねほとんど来てるので、とにかくそのメーカーのスタッフさん社員さんとかと接触できるいい絶好のチャンスなんですよね。そういうと時にしか会えない会社もあるので、そういう時にそのチャンスを逃さず、この工具使ってて使い心地が悪いとか、まあ、そんなことはないと思うんですけどね、それで文句を言える場でもあるとおっしゃってました。なんでこう、まあ、僕もねその最初から聞いてたんで、ここの会社にこれを言おうとかっていうのは思った、まあ、何を言ったかっていうのはないんですけど、言えないんですけど、でもそういうこのイベントっていうのは現場の不満とか、まあもちろん不満改善点、よく言えば改善点ですね、そういったところを現場の声を直接届けることができるっていう意味で、とにかくこれは絶対行った方がいいとおっしゃってました。なんでめっちゃ行ってきました、ゆっかと言わせてもらってきました。で、さらにですね、前回自分はねこう手工具ばっかり、こういうまあ、手元の作業ですね、こういうやつばっかり中心に見て回ってたんですけれど、あとこういうのって単純に自分の予算の話なんですよね。自分はだいたい出せて10万ぐらいかなと思うと、10万円ぐらいの範囲のものしか見なくなっちゃうんですよね。だからせっかく
こういうリフトとかが、リフトとかもこういうチェンジャーとかもとにかく100万とか1000万とかそういうクラスのものが一堂に返しているので、買う買わないは置いといて、とにかくあのこういうのを全部見て回る、どこがいいか、まあ、買ういつかは買うわけですから、とにかくこういうのを見て回ることができるっていうのはものすごいあのいいチャンスなんでね、こういうのをあの僕前回は全然見なかったんですよ。なので今回は小山自動車さんとともにあのこういうのを見てもらって、でそれで何見えてきたものはですね、このメーカーだとここから OEM を受けているとか、でこっちのメーカーはこっちここが OEM でこっちが自社オリジナルとか、そういうなんだ組み合わせとかあの OEM 元とかっていうのが見えてくるんで、何だったら OEM 元買った方がいいだろうとか、あのそういう話っていうのもすごい、まあそれは小山自動車さんが言ってくれたんであれなんですけど、とにかくこういうメーカーさんに聞けばここはどっかからあの OEM だよとかも言ってくれるんで、そういう情報ってすごい貴重なんですよね。そうすればあのリフトを買うときにあのここのを買った方がいいとか、そういう判断材料につながるので、とにかくそういうあの単純に見て回るだけっていう風なものではなくて、将来的なものにあのつなげられるものすごいいいチャンスで、まあオートサービスに限らずですね、あの近くの部品商さんの工具店とかね、そういったものもね、あのガンガン僕は今行きまくってあの隅々まで見るようにしてますんで、まあ、こんな感じでねあのイベントを回ったらいいよっていうのをこうすごい教えてもらって回ってきたオートサービスショー2019でした、はい、以上です。本当に何ですか、ありがとうございます。